九州発祥の助さんうどんが全国そして海外へ。先月助さんを買収した外食大手のトップが単独インタビューに応じ、今後の構想を明かしました。甘めの出汁に柔らかくもっちりとした麺、一番人気の肉ごぼ天うどんをはじめとして北九州で愛されてきた助さんうどんです。遡ること2ヶ月前、助さんに関する驚きのニュースが飛び込みました。北九州市の助さんうどんを展開する会社がガストなどを展開するスカイラークホールディングスに買収されることになりました。ガストなど3000店舗を展開する飲食チェーンスカイラークホールディングスによる買収が発表されたのです。買収額は240億円にも上り、街では動揺が広がりました。マジですか、スカイラークに買収されるって。本当ですか、やばいですね。助さんが全国チェーンに、買収がもたらすものとは。取材班はいざ東京へ。スカイラークホールディングス本社の金谷実社長を訪ねました。よろしくお願いします。助さんうどんは1976年に北九州市で創業、半世紀近い歴史を持ち、現在は九州を中心におよそ70店舗あります。まず社長が明かしたのは今後の店舗展開についてです。まあ、3年から5年、数年以内に3倍ぐらいの規模、200店規模にはできるかなと思ってますし、そのぐらいのスピードを持ってやっていきたいというふうに考えています。5年以内に3倍の規模に拡大へ。来月には関東地方への初出店となる千葉県八千代市でのオープンを控えています。その現場近くの住民は、ネットニュースでなんかできるっていうのを見てすごいなんか美味しそうだなと思って、すごい楽しみです ね。ごぼ天ちょっと食べてみたいですね。はい、ここに今度できるんですよ。あ、食べくるよ。嬉しいね、行くよ。いやー、好きになると思うよ。来年には1月の東京両国への出店を皮切りに10店舗のオープンが予定されていて、さらに全国チェーン化を加速させたい狙いです。店舗拡大を進めるにあたっては、新規出店だけでなくガストなどスカイラークの既存店を転換する方式も活用する方針だといいます。さぬきうどんだけではないうどん文化を全店に広める、全国に広めるっていうのはワクワクしますね。はい、今回の買収により全国へ羽ばたくチャンスを得た助さんですが、北九州市民はある懸念を抱えていました。味が変わらないんだな、ね、味がね、助さんの味を、ね、引き継いでね、そのままずっと美味しいのを食べさせてください。北九州の元の味は変えないでください。おうどんとかは辛いからね、そういう味で。東京とかでは食べられない気がする。なるほど。慣れ親しんだ味が変わってしまうのではという懸念です。味やサービスを変えないというのはもう大前提で考えています。で、今の味のままで関東でも十分通用すると思ってますし、それはいろんな事象から我々確信しています。関東でも通用するという助さんうどんの味、その確信の裏には助さんの出汁へのある分析がありました。理化学分析したんですけど、助さんの出汁っていうのはアミノ酸が、旨味成分のアミノ酸がすごく多くて、で全国に通用しているラーメンのチェーン店の出汁とかなり近いんですね、成分が。助さんはどこにでも出店できるだろうというのが我々の見立てで。その上で社長は全国展開のさらに先、海外進出も見据えています。近い将来、海外の出店というのは考えたいと思っ
っています。台湾におよそ70店舗を持つすかいらーく、スケさんのうどんは現地の関係者からすでに高い評価を得ているといいます。まずは来年国内でいろんな実験をして目の花が立てば再来年あたりには、北九州から世界へ飛躍に期待が高まるスケさんうどんですが、金谷社長が強調したのはあくまで北九州のスケさんを尊重していくという強い決意です。北九州のソウルフードとして、スケさんうどんのですね、味、サービス、品質を守りながら、ナショナルチェーンにできる、お助けができればなというふうに考えています。ぜひよろしくお願いします。いや、このスカイラークがスケさんうどんの出汁のアミノ酸の、ね、量まで分析しているというのは本当に驚きました。そしてそれだけ多いから美味しいんだというのはすごく、ね、こう納得感がありましたね。さあでは今後に向けてをちょっと見ていきたいんですけど、やっぱり注目としては全国進出に向けた店舗の拡大ですね。お店の数をどんぶりで示してみました。まず現在は71店舗ありまして、これをですね3年から5年かけて200店舗前後まで広げていくと。ただもう皆さんご存知の通り、全国には大手うどんチェーンの2大巨頭がありまして、それがこちらです。丸亀製麺と花丸うどんですね。で、丸亀製麺が840店、そして花丸が418店あります。ですので、もうこれ数字だけ見たら現時点では全く及ばないんですけど、ちょっと麺の話をするとですね、この2つは讃岐うどんなので、全国的には今硬い麺がやっぱり支持されてると言えるんですけど、スカイラークの金谷社長、こうやって自信たっぷりにおっしゃってました。最終的にはスケさん1000店舗ぐらいの規模になっても不思議じゃないブランド力を持っているということで、かなり自信を持ってるんですけど、理由がね、やっぱり出汁の圧倒的な美味しさというふうに社長もこう豪語してます。さあ、相本さんどう見てますか。もともとスケさんうどんの創業者の方が店作りをするときに、毎日来ても食べるものがあると、飽きないっていうコンセプトでメニューを増やしてきたと。なんで今でも人気メニュー上位にですね、結構丼ものとかうどん以外がこう親しまれている、上位に食い込んでるということらしいんです。なんでそういう意味では、その先ほどの社長さんも西日本新聞のインタビューでも言ってたんですけれども、言われてたんですが、その要は単なるうどん屋さんのチェーンではなくて、うどんを中心とした和食のファミリーレストランというか、つまりその丸亀さんとか他のその二大巨頭とは少しやや違う土俵で何かこううまく伸ばしていくみたいな、そういう戦略があるのかなというふうに感じました。でとにかく出汁の秘密がねすごいなと思ったので、どこまで北九初の味が全国制覇できるのかというのはちょっと楽しみですけど、一番大手チェーンがスケさんになったらちょっと誇らしいですよね、本当にね。さあ、ということで来月には早速関東1号店オープンしますので、スケさんの飛躍に今後も注目です。